お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はですね、先日ね、ありましたこちらグローバル大会シーズン12ですね。こちらで7位をね獲得しました。パチパチパチ。というわけでこのね、まあ、試合をねちょっとこう見ていけたらいいかなと思います。でこれで、ね、100位以内に入ると限定のねこうトロフィー味覚スタンプもらえるよみたいなやつなんですけど、こっちのね僕のマイクワゾースキーのアカウントはスタンプ持ってるんでね、もうかぶりで手に入らないんで、こうラットの方のねアカウントは持ってないんで、そっちでね手に入れたかったんですけど、それはね多分26ぐらいでね終わっちゃったんですよね。なんかそんな感じ。26かな ?25 でしたね。はい。というわけで終わっちゃって、まあ両方30種でね、やったんですけども、とりあえず、見ていきましょうか。なんか15章から26章かなぐらいまで、27かなんか、そんぐらいの、やつの、このね、シーズン大会の動画は昨日出してるんでね、ぜひね、まだ見てない方はそっちをチェックしてもらえればいいんですけど、なので、まあその辺からね、36までのかは何個かね見せようかなと思います。でやっぱかぶりがありますね。同じ人とこう連続で当たるっていうのがこうこのねグローバル大会ならではというかあるあるなんですけども、まあ、マッチングを見ていくとこんな感じで、負けてるのがスケラですね。スケラと、まあ、このロイホグに1回かで、その前に何回か負けたみたいなあるんですけど、スケラがねまあ、なんて言うんですかね。簡単に言うと突破できないって感じですかね。で、じわじわ削られて負けるみたいな感じでございますね。なんか防衛が硬いと、ごぼうりとか特になかなかこっちのダメージがね、取んないよっていうのがね、スケラーがちょっと負けてる理由ですね。あとはなんかこう、両サイドに振ってみたいなのやれば勝てるっていうわけで、上のラバル2回見ますか。ラバル2回と、クロス1回と、ジェイスケラはいい。ゴールもまあいい。で、迫撃もまあいいか。このロイジェイ見ましょうかね。というわけで見ていこうかなと思います。とりあえずね、このロイからですね。このロイがね、やってて結構きつかったですね。でもこれに勝てるのに、5ウッド箱のロイジェイに勝てるのに、スケラには勝ててないんですよね。まあスケラには別に絶対勝てないわけでもないと思うんですけど、なかなかね、個人的に、まあ、苦手っていうのがね、あるのかもしれません。なんか、30自体は、もともとスケラにはそんな相性悪くないんですけど、ゴボリプラスの、なんかね、防衛硬いと、なかなか突破が難しかったですね。で、これ、相手のロイジャイなんですけど、最近ね、めちゃくちゃ増えてるロイジャイですね、これは。そう。なんか、箱の枠が、ディガーのね、形もあって、みたいな。で、ここはマジで、こういう、ミスはね、本当に、気にしないでください。今のは痛いミスけど、まあそんな感じでね。で、今回のこの試合、まあ大事なのが相手のプリンスがね、しんどいって感じですかね、僕としては。で、これヒースピでキング起動もミスってる。ちょっとね、いろいろ緊張してたのかしんないんですけど、まあしてないと思うんですけど、全然。ミスってるのは気にしないでください。で、ここ多分3子展開かな。この3子で、まあ相手のこのプリンスを回収できるかなっていう。で、相手はロイジャイなので、もうね、キングに巻き込んで5ボってくるのは、しかも早いんですよね。だからもう、相手はもう30子出す前で、あ、お前30子やん、みたいな。分かってて、多分5を構えてないと、あれは間に合わないですね。それか、もう反応速度がマジで超天才並みに速いって感じですね。で、まあ、箱と、まあ、スケーリキで抑えられて、まあ、こんな感じのね、試合を繰り広げていくんですけど、まあ僕としては、まあ言ったら相手の攻めはロイジャイしかないですけど、そのロイジャイをどれだけ抑えれるかっていうところに、まあかかってくるのと、まああとは僕がどう攻めを通すのかですね。まあむずい。まあ陸系がまあ言ったら相手は、まああるのはあるんですけど、まあめっちゃあるだけではないので、こうどうにかね、プリンスがいない時、プリンスを突破してからの、攻めみたいなのをね、ちょっと意識できればいいかなと思いますね。さあ、ここは、ま、とりあえずね、ロイホグ飛ばして、まあ、ロイホグに5を打たせたいみたいなところはありますね。さあ、ダメージをね、稼いでいくんですけど、3子もう相手5持ってるんですよ。怖くないですかこれ。もう怖えー !5 ずっと持ってる。これリプレイで見るとわかりますね。相手が何をこう考えて何を警戒してるのかみたいな。とりあえずこういうユニットを割いて、相手に、まあ、プリンスとかですね、こういう、ユニットを咲かせて、それをまあ30子で回収したいっていうのがね、僕の理想ですね。
さあ、で、多分、まあ、打っと転がしてきて、アイゴールで逆サイ誘導して、からの、またロイフグ飛ばすと思いますね。はい。で、このロイフグでダメージを稼ぎたいんですけど、箱プラスのユニットとかでほぼほぼね、まあ、ロイフグ入らないんですけど、このチマチマが非常に大事になってきますね。で、ここはマジで死ぬ気で抑える。死ぬ気で抑えるしかないですね。で、パパッとロイグで攻めて、抑えるんですけど、これをね、ロイジェイで攻められて、ファイブ防衛されると、僕一個も入らないんですよ、ダメージ。相手のロイジェイはね、確実に一発ぐらい。僕は施設がないので、結構ほぼかくぐらいでね、ダメージが入っていくんですけど、もうだからどうしようってなっちゃいますね。でも相手がさっきファイブ防衛で使ったので、まあ3で死展開からね、ここからちょっとね、リズムが、僕の方に来るんじゃないかなと思います。で、ユニットスケ警戒とかで必須出したけど、まあ、相手の防衛もね、めっちゃうまいですね、これ、許容が。これ本当に勝ったのっていうような試合なんですけど、多分勝ってます。で、これもうハンターですね。ハンターともう一枚で、ロイを気合で抑えます。もう、フルですよね。ユニットフル使って。で、自然とカウンターになるので、これいい感じにね、ヒースピも添えてあげると、このヒースピが神なんですよ。ウッド避けたんですよ。今見ました？本当にマジで10秒か15秒スキップあるんで見てほしいんですけど、このヒースピが相手のウッドを避けたことによって、僕のゴーストが回復して、そこに相手がファイブを使わないといけなくなって、ここでさらにね、僕のサイクルが来たんですね。いてーそしてもうこうなったらもうね、残り、もう行くだけ行くだけ。まあ、あとは祈るのみと。さあ、言うのが入ると、いや、プリンスで抑えられるが、前でね、止められないと。まあ、言ったところで、結構ね、きついっすね。見てわかる通りきついんですけど、ヒースピがね、こう、やっぱ、勝てない試合を勝てる試合にしてくれると言いますか。本当にヒースピのおかげでね、まあ、勝てたっていう、部分ではありますね。というわけで、次ね、クロッサーですね、クロッちゃん。遅延テスラクロスですね。最近非常に多いですけど、これ、まあ、バルキリー相手でも、ナイト相手でも、正直そんな変わんないですけど、まあ、バルキリーの方がやっぱきついですね。三重心にこう、当てられて簡単に処理されたりするんですけど、まあ、相手が、バルキリーでもナイトでも、なんか突破の仕方自体はあんま変わんないので、まあ、全然違うんですけどね。本当に。全然違うんですけど、そんな大きく立ち回りはね、変わんないんでね。なんか三重心にナイトとか、まあ、またはバルキリー当ててくるタイミングで、ヒースピ追加だったり、こう、まあ、ヒースピプラスタルババをやれば、もしね、相手がバルキリーでも、30死2体いればね、突破できるみたいなのがね、あるんでね、ここちょっと1体な、怒りちまうんですが、まあね、気にせずね、ここスケ警戒ですね。で、相手低めスケっていう、なんか僕のヒースピ追加を分かってたかのようなね、受けですが、さあさあさあ。で、相手の受けが、アイスウィズとナイトしかないっていうのを覚えておくと、結構ね、戦いやすいかなと思います。アイスウィズとナイト、まあ、ナイトですね。ナイトがいないときに、僕のユーノとか、まあ、ゴーストを、こう、なんていうんですかね、こう、有利に受けるユニットがないんですよ。まあ、テスラぐらいかな。テスラぐらいですけど、まあ、なんかテスラ、もうない、ないものというかね。まあ、本当にアイスウィズ、ナイト、テスラ。そこさえ考えてユニットを割いていくと、ナイトを割いたら、こう、僕の三重心がね、あえてこう、三重心に当てるユニットがないんですよね、直接当てるユニットが。おめっちゃ待ってるな、俺。で、なんか、後ろから咲くと、トルネプラスロケとかでタワー巻き込まれちゃうんで、ヒースピ追加しないかな。しないな。とか、美味しい！めっちゃダメージ入ってるじゃん。ラッキー。さあ、テスラ。まあ、なんかね、で、僕は、クロスを立てられても、守れるんですよ。なぜかっていうと、まあ、ロイホグ。ロイホグが、相手がファイブじゃないので、基本的にクロス壊せる。相手クロス置いた瞬間4コスか5コスしかなくて、ロケット打てないんでね。来てもテスラとか、まあ、スケプラスなんかとかなんで。まあ、最悪、相手のクロスはロイフグで壊せるのと、まあ、タルババですね。結局タルババがあるので、ハンタープラスタルババとか、なんかゴーストプラス、あ、これ相手がやったんですよ。この試合なんか微妙ですね。言ったらですけど微妙ですね。もう一個の試合にすればよかった。さあ、まあ、こんな感じでね、多分この試合は勝ったんですよね、多分。うん。これ微妙ですね。あ、もう一個のね、クロス見せます。で、あと、ラブニコが、多分こっちのクロスの方がいい試合したんですね。で、この人は、多分サブアカ？サブアカじゃねえ、本アカだった。結構ね、有名とか見るプレイヤーですね。はい。というわけで、この試合をね、
まあ、若干飛ばしつつね、見ていこうかな。同じ試合2連続みたいになっちゃうんですけど、この人の方が多分もっとクロス来てますね、ガンガン。ガンガン来てますね。来すぎてますね。で、まあ、ユニットプラスのタルババですね、本当に。タルババ第一、ユニットプラスタルババ。で、守れます。で、まあ、もう、相手が、またファイボのね、アチャガタとかのクロスだった場合は、ユニット出しすぎるとファイボでドーンとかされちゃうんで、まだね、立ち回り変わってくるんですけど、今回はこのアイスイズテスラクロスですね。で、ここでトルネでキング起動してこないんですよ、相手。そこがね、まずびっくりしましたね。いや、でもそれを、こう、防衛でコスト使わずに、次のもうここの攻めでね、こう、生かしてくるっていう、ちょっとね、攻めっ気のね、あるプレイヤーでしたね。さあ、で、こっからですよね。で、僕としては、後ろ30周絶対しません。トルネロキ打たれて、エリアドは取られずに、ただただダメアドを、まあ、めっちゃ取られるみたいな、なっちゃうんで、基本的に30周は相手がトルネ使ったとか、まあ、トルネ使ってなくても、結構高めの位置にね、こう、こういうクロス相手とかには特にね、出していかないといけないと思いますね。で、ロイフク左に出すとロケで美味しく打たれるんで、まあ、こんな感じでね。ヒースピ追加しとけば、なんとかなりますね。本当に、すごい雑じゃんみたいになるんですけど、これだってユニット両サイドに出すでしょ、ゴーストというの両サイドに乗りなして、で、あとウッドサイターヒースピ追加して、みたいな。本当に単純ですけど、これも行くとも同じですよ。U のゴースト両サイドに出して、U のゴースト両サイドに出して、30チュチュチュンかな。うん。同じですよ。これ無限にこれしてるだけですね。で、ここはまあ一応ね、ユニットで押されるの嫌なんで、アイゴロでね、蓋したらロケ打たれて、まあそれぐらいはいいかなと。思いますね。ここ多分一回落ち着きますね。で、U の出して、まあ、ユニット出してからですね、基本的に。相手が何もユニット出してないのに、30子っていうのは、こう、なんか、相手に30子の対処法を選ばせれるんですよね。なんていうんですか、後出しの権利みたいな感じで。なので、基本的に先に出すのは良くないですね。30子。相手のユニットが何もいないのに。なので、U のとかゴーストで、相手にユニット一回出させて、それを30子で回収しつつ、みたいな。そしたら相手はね、こう30周直接守るユニットいなくなるので、無理やりね、2周目のユニット回したりだとか、無理やりコスト多く使わないといけないみたいな感じですね。で、ここも時間なくて、相手がね、ロケ削り来るので、もう、端前からガンガン行ってね、まあ、削らせないようにして、まあ、勝ちと言ったわけで、さっきの相手とはまたね、全然立ち回りが違うかなと、思われます。というわけで、このラバル2連チャンですね。ここね。結構バルキリーっていうのがね、厄介でしたね。まあ、ですが、さあさあさあ、見事な勝利をね、お届けしたいかなと思います。30子自体ね、昔からこう、ラバーにはね、相性がいい、まあ、カードなんでね。まあ、30子プラスもう一個ね、こう、対空がいて、どっちかしかね、こう、スペルで処理されないとか、スペルでどっちか生きるみたいなね、ところがあるんでね。まあ、30子自体はラバーには、まあ、相性がいいと思っております。さあ、ここは3子展開多分しますね。ここだってもう30子の弱点のバルキリーを回収できるんですよ。マジでこう30子使う上で、こう相手のユニットを回収する30子展開ができるのが大事ですね。で、こうなったら相手は、この30子にバルキリー当てれないんですよ。もうこれだけで相手からしたらきついんですよね。よりコスト使わないといけないっていう。で、ここはまあセパ飛ばして、でも相手これめっちゃうまいですね、これ。まあ逆サイ30子には絶対もう5打つって決めてて、マスケに速攻インド当てて、っていう対応がちょっとね、うまかったですね、これは。3-1でよかったかな。今、ロイフグ2-2に開けたんですけど。まあ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 、初めなんでね。相手のデッキを模索中と言ったところで、こっからですね。こっから、相手ラバ展開します。一回ゴースト逆サイに流して、そうですね。で、これを30子で相手にと回収したいって感じだと思いますね。この相手にラバーハウンドプラス、この1体が無駄になるのがまあ良くないと言いますか。まあ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 。さあ、で、さっき相手は5を使ったばっかりなので、ここのね、30子が無双しちゃうってわけですね。まあ、これがね、本当に30子の圧倒的強みですね。で、ここですね、相手はバルキリーで絶対対応してくるなと思ってて、バルキリー突破しようと思って、まあ30子、2体とヒースピ、ヒースピタルで、バルキリー突破できるんですけど、相手がなんか、ちょっと違った対応をしてきたので、普通に処理されちゃいましたね。さあ、で、ここで、両サイドに振って、相手にユニットを出させて、ですね、ここちょっと今、陸受けないだろっていうのを多分、僕のね、
こう、いい攻めが入ってますね。で、ここ多分回収しますね。3シール回収で、相手も5早い。で、まあ、5打たれてもハンターがいるんでね。で、ここハンター打たれて、で、ここ、単体バルーン来たらやばいなーってすごい思ってましたね。そしたら来るんですよ。まあ、これはさすがですね。30シール出してハンターも咲いたんで。まあ、ですが僕としては、今ヒースピでね、バルーン一発当てました。ここ、今ヒースピ当てないと、バルーンだけでタワー折られちゃうんですよ。で、このヒースピ当てたことによってバルーン一発落ちないんですよね。これ大事ですね。まあ、バルーンってこう、完全無視だとタワー落とされるんですけど、なんかほんのちょっとでもダメージ与えとけば、こんな感じでね、残って、相手にね、絶対的にこう、コストを使わせられるんでね。まあ、これがまあ、勝ち筋だったかなと思います。バルーンにヒースピを当てたことによって、まあ、この試合勝てた説はね、まあ、結構ありますね。まあ、最後当ててなくても、なんならいけましたけど、こう、垂れて突破しないのかな。普通にロイフグですね。さあ、という感じで、まあまあまあ、これ、両サイにやっぱね、振るっていうのが非常に大事になってくるかなと思います。で、やっぱりこう、ラバルの形作られたりだとか、まあ、今回あんまなかったですけど、しっかり形作られて、ファイブザップとかまで打たれると、突破されちゃうんですよね、結局。なので、まあ、僕としてはしっかり、初めの段階からもう 2-1 を結構考えてと言いますか。まあ、2-1 を考えるというか、基本的になんか、基本的な動きとして、両サイに振った方が、三重士の強み。こう、やっぱセパーが強いので、三重士は。その強みが出るかなと思います。で、ここで、ゴーストでバルキリーで咲かしつつ、さらに言うので、もう一体ユニットを咲かせるんですよね。で、この2体とも三重士で回収すると、こういうユニットを使うと、基本的に相手はやっぱ主軸が今回2枚あるので、主軸2枚だと守れないじゃないですか。ラバとバルーンも防衛ユニットではないので、ここでもうね、なんて言うんだろう、相手が結構カード回しにくくなるんですよね。で、ここをちょっとやったっすね。30神2体もったいないなと思って2体の前にハンターつけたんですけど、これがイキリですよ、イキリ。30神2体の前にハンターつけたんですけど、もうそこをね、なんか、うまいことね。うまいことっていうか、普通にザップ来て、単体バルーンでね、タワーおられるっていうね。これもう、この瞬間ちょっと正直諦めてましたね。ああ、やったなーって。なんで俺今こんなシャシャリプレイしたんだろうと思って。すごい泣いてたんですけど、こっからのね、大逆転劇をね、見てもらえればいいかなと思います。いや、こんなおられてたんですね、サイド。ランキングね、50位以内ぐらい入ると、誰かでもね、観戦できるんでね。グローバル大会終盤とかね、結構トップ層の、試合をね、観戦すると面白いかもですね。さあ、まあ、こっからですね、多分3試展開してからの、まあ、5ザップで2体やられるとするじゃないですか。でですよね。まあ、こっからですよね。で、僕としてはもう2本折るしかなくて、まあ、この1本折りたいっていうところですね。で、このインドもヒースピードハンターで先に溶かしちゃいますね。そしたら、このラバーも綺麗に押されてね。で、ここを無駄にしないように U の追加はですね。さあさあさあ、1体のマスケットが刺さり、結構ええ感じにね。で、バルキリー咲いた、まあ、縦の選手がいるんですけど、とりあえずね、ゴーストで。はい、相手は、ここ無視。で、ここを僕も守れないと思ったんですよ、これ。ハンターいなかったんで、手札に。てか、ま、回す意味でも、今このタイミングでロイフグで攻めて、で、ハンターが間に合うと。よしよしよしと。これがいい判断でしたね。いい判断というか、もうなんか、こういう状況になったら、なかなか30死出せないですね。なんか相手にファイブザップ打たれて後取られるんで、基本的にもう高回転ハンターで戦うようになりますね。ここのゴーストが消えたのがでかいですね。多分ここ3視点かしないと思うんですよね、僕。すんのかな？いや、しそうだな。余裕でしたっすね。まあ、相手がちょうどめちゃくちゃ攻めてきたタイミングで、コストがちょうどないのが救いですが、やっぱそうですね、こう30周出すと、ファイブザップ打たれて、シンプルに3アド。シンプルにサードになって、よりピンチになるだけなので、多分こっからは1回も3人出さない戦いが始まると思いますね。さあ、こっからむずいんですよ。これで、ね、これやばくないですか？多分3人出さない。いや、出すな。いや、出さねえな。3人、そう、相手がやっぱ5ザップあるので、永遠高回転ハンターで耐えるしかないですね。痛え！この一発入ってるのクソ痛えで、僕としても、バルーン飛ばされるだけしんどいんで、永遠にこう攻めるしかないっていうね、感じですね。で、ここゴースト気合で残して、ロイフグな、これ一緒にファイブで処理されたの痛えな。もう僕も攻めるしかないですね。相手もこうロイフグとかはやっぱ完封ってむずいので、ゴーストとかハンターを。完封ってむずいので、
こう、まあ、毎回ね、しっかり攻めつつですね、もう、この辺から結構心理戦って言いますか、お前どうしてくるみたいな。一回出すんかい。あ、今相手がファイブ使ったんでね。ファイブ使って、バルキリーも使ってたんで出していきます。で、いや、ここのマスケット延命しようとして多分失敗したんですよね。これ痛ぇ。で、相手もダメージ受けれないので、こういうところにバルキリー使うとこしかなくて、僕がね、こう、ロイフ飛ばすだけ、相手がこう、ロイフにやっぱファイブ打つしかないんですよね。っていう、いいペースをつかめてますね。ですが、僕もあの、攻めないとバルーン飛ばされるだけあの、死ぬっていうね。あの現状ですね。で、ファイブ防衛。いや、これの繰り返しなんですよ。で、僕はダメージ与えないと、あの、勝てないんですよ。で、相手は多分正直もう守るだけで勝ちだと思ってて、で僕今相手がファイブ抑えて、バルキリーもまあないなと言ったところで、ここでもうゴリゴリ行きますね。ゴリゴリ行って、タルババで陸受けなくて、まあ、殴れ殴れでファイブで防衛される、やばい、バルキリー来る、守る、縦線で塞がれる、みたいな。これでも、でも、ここでも相手はね、ファイブなくて、みたいな。なんか30子とロイフグいると、やっぱどっちかにしかファイブ打てないというか、両方にこう頑張って回して打つと、次のね、30子とかロイフグがね、こう止まらないみたいな感じで、ほんとギリギリのね、あの、ギリギリをね、制しましたと、言ったところで、このプレイヤーとかがね、このグロ大会終わった後にね、あの、とてもよ、なんかいいゲームだったよみたいな感じのね、DM でね、話しつつね、いい人でしたね、この人。はい、というわけで、まあ、Twitter って書いてますね。なんで、Twitter、よければね、フォローしてみてください。全然多分それ以降は関わらないと思うんですけど。はい。というわけで、まあ、グロ隊7位取ったんですけど、まあ、言うて取ったことないんですよね。やっぱ1位を。結局ね、そう、7位15、15だって、今回ね、1つ15が7位に変わったんですけど、もう1個のラットアカが、多分5、6、18かな。5、6、18で、結局それもなんか5とか7とかその辺で、マルチも7取ったことあるんですけど、結局1、2、3、4あたり取ったことないんでね、本当に1位取りたいなと思う日々がね、最近続いておりますと言ったところで、まあ3、4動画またね、上げていければいいかなと思いますで、今ね、上げたい動画がね、ちょっといろいろあるんでね、いろんなデッキを紹介していけたらいいかなと思いますと言ったところで、終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録もお願いします。では、お疲れちゃんでした。バイバイ。